はい、西新宿の補助金おじさんです。このチャンネルは中小企業のウェブ担当者に向けて情報を発信しております。ですね、東京都の感染拡大防止協力金、これがですね1回目2回目ともにですね、昨日で終わっちゃいました。たまたまね、水曜日にその中小企業の会合がリアルであって、まあズームじゃなくてね、でその時にエステサロンをね、経営してる方が店舗ですね、この期間中に休んでたにもかかわらず、なんだ飲食店の協力金だと思ってたみたいで、これ申請してなかったわけですよ。で1回目はもうね、間に合わなかったんで、まあ1回目の50万円、まあ1店舗を経営してる方だったんで、その1店舗の50万申請さえできないんで、もうこれで受け取りができないっていう形になりました。2回目なんですけど、たまたまねその方は、給付金 50% 以上、やっぱ当然ですよね、1ヶ月近くもお店閉めてたわけですから、売り上げなんか立つわけもなくて、給付金をですね、持続化給付金の申請はやってたそうなんですよ。で持続化給付金のね、資料がパソコンの中にあったので、昨日急遽ね、申請できるんですか、本当ですかみたいな感じで、ありがとうございますとかって言って、で昨日の夜8時ぐらいですかね、8時ぐらいからね、すったもんだやり取りして、まあ何度か申請できたんですけど、もう本当にね、知らないと本当損しますね。一応ねギリギリ滑り込みでまあ登録できたんでね、1回目の給付金はいただけるとは思うんですけどね、この方ね、まあ書類も不備なく、一応その、メッセンジャーでやり取りして、写真やなんかも見せていただいてね、不備なく申請できたんで、ただまあ事業の方の確認のところができなかったので、審査にちょっと時間かかって1週間2週間でね振り込まれるってことはないとは思いますけど、まあ、おそらくね大丈夫だと思います。この方ね、50万振り込まれると思います。受付期間っていうのが、やっぱ国の予算が枯渇したら終わりますとかね、期限が来たら終わりますとか、まあ、いろんな制約があるわけですよ。自分から情報をね取りに行って、申請もねパッパパッパやっていかないと、本当にもらえるもんもらえないでね、すごく損します。で給付金っていうのは返さなくていいお金で、これ雑収入にね入るんですけど、雑収入って言っても収入ですよね。で純利益で50万あげようと思ったらね、50万ですよ、50万あげようと思ったら、その方なんかエステなんてね、売上まあ何人施術しなくちゃいけないんだっていうことで、結構大変だと思うんですよね。数百万の売上でやっと純利が50万っていうのはね、そういうものだと思うので、でこういったね、まあ今回コロナですごくたくさん出てますけど、基本的には厚生労働省から助成金で、経済産業省から補助金っていう形でね、まあ出てるのが通常のケースで、で今回みたいに経済産業省から給付金とかね、東京都から給付金っていう形で申請したらもうお金がもらえるって、助成金みたいなものがね出るのは今回のコロナだけなんですけど、普段からやっぱ助成金補助金申請して慣れてないと、この辺ってねオロオロしちゃうと思うんですよね。基本的にはもう経営していたら、こういったね申請関係だけでお金がもらえるとかね、お金が補助されるっていうものは使えるだけ使っていった方がいいと思います。7月の14ですから、今週からですね、今週の14から経済産業省が持続化給付金と、まあ同じような感じなんですけど、家賃支援給付金っていうやつが、14日からやっと申し込めるようになりました。細かくはちょっと僕もまだ見てないんですけど、この家賃給付金というのも、これ、持続化給付金と一緒で、来年までね、一応年内ずっと申請できるような形になってるんですけど、それでもね、やっぱ予算枯渇すると終わっちゃうので、これはね、もうこれも早めに申請した方がいいですね。持続化給付金と同じで、単月で 50% ね、売上が下がってるような、方でしたら、これ、申請できますので、で申請書類も、まだ詳しくはちょっと僕見てないんですけど、基本的には持続化給付金
の申請と似たような書類ですよね。家賃がいくらかかってるっていう証拠の書類が追加されるだけで、他の書類は多分持続化給付金の書類がそのまま使えると思いますので、割と簡単に申請ができると思います。申請をしておくことが大切だと思います。でもしね、申請がわからないっていうことであれば、この辺のね、申請も僕無償でお手伝いしてますので、これ受け取ったらね、そのまま家賃にすぐ払っちゃうんじゃなくてね、これ大家さんの方も実は家賃のこの給付の申請ってできるんですよ。田名子さんも当然ね、申請できますけど、大家さん側にも救済措置があるんですね、今回のコロナっていうのは。ですから入ってきたこのお金をですね、さらに補助金を回してね、で、経営をもっとなんだろう、オンライン化を進めて、これからね、本当にね、IT がどんどん進んで、オンライン化が進んでいきますので、それに備えてね、補助金使って、どん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 ね、投資をしていくっていうことをしないと、先細りになるし、あと、今年の冬にね、またコロナが流行ってとかっていうようなこと、また今年と同じようなことになれば、また苦しい思いしなくちゃいけないわけですよ。でそれに備えてオンライン化を、進めるべきです。ウェブのところで、弊社をね、ウェブのところで使っていただければって感じなんですね。ですから、この給付金の申請に関しては書類もそんなに少ないですし、この辺はね、無償でお手伝いしますので、もしわからないっていうことがあればね、本当にもうお助けマンしますので、問い合わせしていただければと思います。でここからは日進塾 .net の、宣伝になりますけど、日進塾 .net っていうのは今期18期目のホームページの制作会社で、過去に1700件以上のホームページの制作実績があります。最後までご視聴ありがとうございました。